日本鳥取県米子市東倉吉町東、倉吉町は鳥取県米子市の町名。郵便番号は683-0815。2011年6月1日現在の人口は82人、世帯数は42世帯。外堀に沿って、四日市町に続き、西倉吉町とともに、旧町人外区の中央部を占める。 かつて町の相馬数は64マ、鴨川右岸を占める柳町通り34マ、範夜工事20件が町の中ほどに通じたが、大正末期から町役場前の中央通りとして道路幅が大きく拡張されたため、その面影を見ることができなくなった。西倉吉町との境には、外堀内の鉄砲50人町に通ずる鉄砲工事、 鴨川向かいの里市松陰に通ずる、里市松陰工事があって、これは現存する。元禄八年には家持ち38、借屋48。明治2年の調べでは、表へっつい45、裏へっつい57、人口359人であった。長六は小間物、旅。履物がまず認められ、やがて太物五服株が認められた。 他国商人の出入りが多くなるに従って、宿屋株も許可された。町名は、久米郡倉吉城下からの移住者の居住区に由来すると、いい、那子では通称、東町とも言った。町村制、第68条により区を設け、各区に、区長及び区長代理者一名当て置き、各その任期を4カ年と市区域の代償により、区長には1カ年最低10円より、 最高20円まで、区長代理者は、一様に、年額3円の報酬を支給した。当選姿勢第82条により区を隠し区長及び、区長代理者、各1名を置き人気は4カ年とし、報酬は、熊が年額最低4円最高15円、区長代理者は2円ないし3円である。五福では、岐郷や末吉や住田や張間屋などがあり、幕末に、うおは、 木綿のお入り方や半方を命ぜられた。木屋総二郎は販売業の傍ら、三度飛脚宿も許可、されている。宿屋は、備前屋、吉田屋、越後屋、山城屋、松屋、沖屋があり、各地から、行商やまた、藩の在室役人の宿も引き受けた。明治になって、桜井、あ島旅館も開業した。明治元年秋の米子大入札校は官居の、 景気振興士であったが、当庁を中心に展開され、入札会所には、セラヤ一江門卓が当てられた。セラヤ予算士は、米氏を代表する、酒造家で、幕末には、鹿島や大谷家などと共に町年寄りを務めるほどの実力者であった。その他、末吉氏千田氏なども実力ある商人で、町の木材を務め、藩の資金調達にもたびたび応じた。 住田五福店の広告紙面、貴郷や木村氏は、近世中期から、開業、製紙業も兼業していた。ついで住田や、張馬屋が開業し、いずれも、五福商として昭和に及んだ。明治に入って、四方屋の坂市、大正に入って、徳田や渡辺氏の開業があった。安島氏は、五福業商もやったが、旅館が本業で後に、西木公園前に、別館も持った。 岡本氏は、江戸時代から、古着類を扱ったが、後に五福を扱うようになった。小間物、雑貨は、住田文家の中住田氏、角住田氏や中田氏が開業し、旅製造では、伊藤商店、八岡商店があった。伊藤商店は、自家旅で名を売った。和西門縫いの小田商店、田村幸運堂、染物の島田商店、田村義一商店。 洋服仕立ての宮倉祐之助商店も、明治期の有名店であった。梶谷宝奮堂は、明治十年の開業で、バイカ油、紅油、美人の母、ろうそく、瓶付け油、種油などの製造販売。市川商店は明治中期開業で、薬酒、絵の具、染料を扱い、活版印刷も兼業していた。新道山林堂は、染料、薬酒。 洋酒、医療機械、木下薬店も同じ頃の開業であるが、同店は後に、西倉吉町に移った。国税営業税納入者名と対象して、検討すべき資料として、軍税一般から、見積もり所得額3000円以上の人々の名を、掲げておく。対象4年である。木村吉兵衛の名が見える。当時、商工業の有力者は同時に、地主でもあった。 この年度における米子町の地下1000円以上の地主名を挙げると次の通りである。1万5千円2万円の部に東倉吉町、木村吉兵衛の名前が見える。ありがとうございます。